マオもコスカも誰もが目指す夢の舞台、オリンピック。しかしその場所には魔物が潜み、また女神も住まう。2006年2月イタリアで開催されたトリノオリンピック。女子フィギュアは史上稀に見る熾烈な戦いとなった。ショートプログラムを終えた時点で公園、スルツカヤ、そして荒川がわずか1点差内に締めく混戦に。全てはフリーの演技に委ねられた。果たして女王の座には誰が。公園、スルツカヤがトップ争いの重圧に押しつぶされていく中、大きなミスもなく抜け出したのがクールビューティー荒川静香。最初のコンビネーションジャンプを成功させると、代名詞ともなったイナバウアー、そして多彩なスピンで演技の優雅さを発揮。固唾を飲んで見守っていた観衆はスタンディングオベーション。荒川静香金メダル。荒川が大逆転で日本に史上初の金メダルをもたらした。そしてまたあのオリンピックがやってくる。シーズン開幕を祝い、今幅広い活躍を続ける荒川が金メダルの前でエールを送る。トリノオリンピック金メダリスト荒川静香さんです。 Ladies and gentlemen, please welcome our Olympic gold medalist 静香荒川。進化し続ける荒川静香。ここはブルーの大きな袋布に身をまとい、そして高橋大輔がその後方で今控えています。さあサラブライトバンド It's a beautiful day、 新たな荒川ワールドです。Thank you.
場内は荒川静香の世界に浸りました。トリノオリンピック金メダリスト荒川静香さんでした。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。場内スタンディングオベーション、進化し続ける荒川の素晴らしい演技をご覧いただきました。